先に生まれただけの僕 10.1%、 それが第1話の視聴率なんだけど、この前のクールのうちの夫は仕事ができないの初回 11.2% に及ばず、かろうじて一桁を免れたって感じで、なんとも先行き不安。うん、例えばウェブサイトリアルライブ10月19日付の記事によると、桜井翔の連続ドラマ主演は2013年の4月クール、フジテレビ系家族ゲーム以来4年半ぶり。同ドラマは最終回で最高の 16.7% を記録するなど、前話平均 13.0% となかなかの数字を記録していたのだが、とあるテレビ局関係者によると、今年の正月、桜井が車椅子バスケットボールに生きがいを見つけた主人公を演じた主演ドラマ君に捧げるエンブレムが放送されたが、視聴率は 8.4% とまさかの一桁。元 J リーガーが怪我で車椅子生活を余儀なくされ、車椅子バスケに転身し再起する役どころだったが、とても J リーガーにもバスケ選手にも見えず、ネットでもがっかりしたファンの声が相次いでいた。多忙なだけに役作りがままならないという事情もあったようだが、数字を持っていないことが分かった。とのこと、嵐のメンバーでは今年4月クール、フジテレビ系の月9ドラマで相葉雅紀主演の貴族探偵が放送されたが、前話平均 8.8% と低迷。おまけに視聴率が2桁を突破したのは初回のみだった。ライブのチケットはプラチナチケットとなり、関係者すら確保が難しい嵐。しかし5人の活動を最大限に優先し、バラ売りをあまりしなかったため、メンバー個々の演技力は微妙。そこがどのメンバーがドラマをやってもそれなりの視聴率を取れたスマップとの差につながってしまい、ジャニーズ事務所の幹部もそのあたりで頭を悩ませている、とはとある芸能記者の話。まだまだ国民的アイドルグループの座は遠いのかも。ちなみに同ドラマは桜井演じる教育現場を全く知らない35歳のエリート商社マンが、定員割れギリギリの私立高校に校長として送り込まれ奮闘する姿を描くのだが、うん。で、ところで桜井翔自身はこんなコメントを。2007年山田太郎物語、25歳で高校生役を演じさせていただくことに驚きました。そこから10年、まさか35歳で校長役をやらせていただくことになるとは想像もしてなかったので、とても驚いています。対上司、対教員、対生徒、様々な組織や人間関係とどう向き合い、どう改革していくのか、スーパーマンではない主人公なるみがもがく姿をご覧いただきたいと思います。久々の連続ドラマ、未だかつてない役柄とともに自分自身も成長できたらと思います。なるほどね。うん。で、さて、そんな先に生まれただけの僕に毎度おなじみのあの方からメールが。風間森夫さんの笑い声が耳について離れない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。先に生まれただけの僕第1話、今回はたくさん登場するくせ者教師の紹介とドラマの大枠をつかんでもらうといった感じの展開でしたね。今回はドラマの主人公にちなんで映画に登場する校長先生を振り返りたいと思います。最初に思い出したのは1978年のアメリカ映画グリースです。いわゆる学園ミュージカル映画です。その学園の校長先生が派手なおばちゃん風の女性校長先生なのです。映画に登場した校長先生は多いものの、女性というのは珍しいです。それもミュージカルとしての舞台での初演は1971年です。ドラマの背景となるのは1960年代です。1970年前後、アメリカでは女性の社会進出が大きく動き始めました。その流れを感じますが、やはり先進的な取り組みだと思います。今でいうヤンキー風の兄さん姉さんだらけの学校で、おおらかに生徒を受け止めて校長先生としての貫禄を見せる姿は女性校長先生ならではといった感じなのです。この流れが
後のフジテレビの学園ドラマ花盛りの君たちへイケメンパラダイスで校長を演じた松田聖子さんにつながっているのではないかと想像してしまいます。ちなみに映画グリースでは教頭先生も女性です。校長よりも派手でありながら、いわゆる少し抜けた感じの腰巾着といったキャラクターが派手なドラマにおける一服の清涼剤として楽しめました。先に生まれただけの僕はまだまだ始まったばかりです。どのようなドラマが展開していくのか楽しみにしたいと思います。ふん、ということで、何はともあれ先に生まれただけの僕、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。